はい、インボメジです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も皿が、あ、もう騒がしいんですけれども、何ですかこれ。本日はですね、いろいろあるんですけども、それですね、メインはこちら、山形だしですね。あ、山形だし、いいね。はい、これはサロン会員のですね、ボートンさんからボートンさんね、いただきまして、山形県レシピをリスペクトということで。ボートンさん久しぶりじゃないですか、もしかして。確かに、ご無沙汰ですね。山形だしっていいよな。ありがとうございます、ありがとうございます。ボートンさん、このきゅうり、めかぶ、なす、オクラなどなど、あとなんだろうこれ、生姜これ刻んだのね、細いのね。まあ何でも混ぜちゃったっていうことですね、これね。あと味の干物ってことですね。マネージャーからのご要望だったみたいですね。基本的に今日のメインはこの山形だしだということで、ちょっといただこう。お、皆さん見てくださいよ、ほら、あ、ご飯のお供だね。これは完璧そうじゃないですか、これ。うまい。あ、これ暑い夏にいいわ。きゅうりがやっぱさっぱりしてるからさ。あとそれにやっぱ生姜がこれいいね。ご飯に合うんだね。うまいわ。うん。何にでも、そばとか。あ、いいね。そばも合うね、これね。紹介し忘れたけど、あとはこのね、お味噌汁で。かっこ減塩っていう、陰謀に満ちた味噌汁を今日は飲んでるわけだけどね。陰謀汁。うん。これしかなかった。しょうがない、うん、まあ、たまにはね、減塩を飲んでやってんだけど、やっぱ減塩は物足りないね。味が薄い、うん、味噌の風味もない。これはなんか本当人間対象の冒涜だと思うね、俺は。減塩というのは、うん、まずそのほら、やっぱミネラルがさ、体からなくなっちゃうわけだから。まあ、でもこの山形だしはこれミネラルしかないから、メカブとかこういうオクラとかさ、まあ、野菜の酵素も取れるしね。しかも生野菜だからもう栄養が 100% だ。うん。そういえば最近あの天皇陛下がイギリスにね、うん、久々にこう、まあ、都営して、うん、イギリスの現王子とかね、うん、あの皇太子さんとかと会談するっていうのがありましたけど、ガーター勲章をもらったね。ガーター、まあ、簡単に言えばガーター騎士団っていうのは何かっていうと、まあ、イギリスの国王、女王を、まあ、守るための兵隊の集まりだね。まあ、それを昭和天皇とかもらったりとかしてるんだけど、うんうんうん、まあ、つまりそれはどういうことだと思うよね。そのガーター騎士団の団員になったっていうことを表してるね、うんうん、結構タブーじゃない。タブーだね。だから それ以上は言えない。うん。でも上皇様もね、ある勲章を、別の勲章をね、授与されてたと思うな。あれ知ってる？都知事選のやばい話。うん、みんなさ、某教団の人たちがさ、東京都に住民票を移してるって話知ってる？要するに、まあ、信仰されてる方たちが。誰かに投票したいから、都民になろうと。組織票。そんなすぐ言ってるもんなんだ。都知事選って、まあ、この日って決まってるじゃないですか。その3ヶ月前までに住民票を移せばちゃんと投票権あるのよ。3ヶ月ね、うん、すごいですよね。だからやっぱ、まあ、難しいよね、まあ、こういうこと言うとどうせ批判されるんだろうけど、やっぱ選挙ってさ、やっぱある程度のもう力関係が決まってるじゃないですか。だからそれを覆すってよほどの努力が必要。いかに京都に住んでる普段テレビしか見ない人たちを振り向かせるかだと思うよ。まあ、いわゆる B 層って言われてた人たちだね、うんうんうん、あの人たちをいかに味方につけるかよ。でもあの人たちはね、テレビであの緑色の小池さんが出てたらさ、あ、小池さんまた出んのか、いや、まあ、小池さんでいいかみたいなさ感じになるわけじゃないですか。でメディアもメディアでその偏った報道しかしないからさ、難しい問題なんですよこれは。でなおかつそういう一番権力のある候補者の背景にはやはり組織を思ってるそういう組織がいるわけだから、まあそれを覆すって難しいよね。その候補者の中でさ、今世の中が進めたいグローバリズムとは全く真逆の反グローバリズムの方たちも出てるわけじゃないですか、うんうん、あの人たちはきっと本当に受かろうとはしないと思うのよ、無理だからだって、うん、だけどその選挙に乗じて本当はこうなんだぞみたいなさことを言うのは一つ有効なのかなとは思うけどね。そうだね、いつもよりは目に触れる機会が多いわけだから、うん、まあ、ただあの人によってはやばいやつだなとは思われるんだろうけど、やっぱどこか世の中に疑問を感じている人なんかは、あ、やっぱそうだよなっていうふうに思う人も多いだろうね、うん、そういう、まあ、意義はあるんじゃねえのかなと思うけど、でもあの面白いよね、メディアって本当そういう人一切報道しないもんね、うん、まあ、政見放送だけはどうしても言うしかないんだけど、あれだけ候補者がいてメディアに毎日出てるの4人ぐらいしかいないじゃん。いないもんね、うん、やっぱどうしてもね、目に触れる機会が多い人の方が有利になっちゃうね、うん、選挙とかって。なんで小池百合子さんが緑色なのか知ってる？うわ血が緑とか目に優しい。だとしたらレプ目に優しいね。それもあるかもしれない。あ、うん、なんかあれそれは、それは言わない、うん、やばいから、うん、意味あるんですか？あるある、絶対ある。あの人たちに無駄なものはない、うん、まあ緑とか青とかも来たりするね、あの人はね、うん、薄い青ね。あの人たちいろんなねことをして権力を手中に収めようと必死なんですよ。ってことで、はい、今日の本題はですね、ちょっと膨大ギリギリかもしれません。いや、というか超えるかもしれません。で、また戻ってくるか、超えたままなのか、それは編集マンに
委ねるでしょう。まあ、なるべく超えないように、うん、隠語だらけで、まあそうだな、まあ、別にどこにも載ってない話をするわけとかじゃなくて、まあ、載ってるんですよね普通に、ヤフーニュースとか載ってる話すらさせてもらえないのが YouTube。 今日の内容はですね、まあこれ前もちょっと話したかもしれないんですけど、あのほら今人食いバクちゃんが流行ってるっていう話あるじゃないですか。これ結構流行ってるって俺はなんか全くもう実感がないんだけど、うん、なんかこれ結構怖くてですね、ちょっとした傷とかからまあそれが入り込んで、まあ、筋肉が壊死してしまうっていうものなんですよ。でこれが一応今全国で拡大してまして、確かにあの統計を見てみるとですね、相当こう右肩上がりなんですよ。でも別にこれって今流行り始めた動画は、まあ、そもそもあったものだと思うんですよ。これって世の中にはね、うん、なんか生物兵器とかっていう可能性はそういうことではないと思うんですよね。で一応1999年以降ですね、まあ、1年間で941人かかったっていうのが最多だったんですけど、うん、この数を半年で上回ったんですよ今。おーおーおー、だからまあ単純計算で倍になる可能性あるよね、このままずっと流行り続けていれば、うん、まあ、それぐらい、まあ、非常に危険な状況にはなっているということなんだけども、まあ、ただ俺はあんまりこの自覚はないんだけどね。一応ねこれやられるとね結構痛いと、痛いと同時に熱も出て体もだるくて、まあ、いわゆる具合悪いっていう状態になると。で致死率は 30% 結構ですね。うん、でそのかかった方の7割は何かしらの部位をこう切断しなきゃいけないとか、うん、っていうレベルなんですって、うん、まあ、だからこれがなんでまだこのね、まあ、タイミングでっていうか、うん、まあ、ここから始まる大災厄、うん、今日の内容は人食いバクちゃんから始まる災い、始まっちゃうのから始まる災いです。っていうかもう始まってます。まあ要するにですね、うん、みんな弱くなっちゃってるところなんですよね、免疫が体が弱くなっちゃってるんですよ、うん、みんな。これはですね人食いバクに限らずですね、梅毒、はい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 、これも隠します。梅ね、梅子、あれなんだあの名前にするの、ちょ 梅に申し訳ないと俺は思ってしまうぐらい梅は美味しいのにね、あの文字は僕は嫌いなんですけど、うんうん、嫌いこれ部位が始まる前から 250% 増えてます、うん、比べて津田さん津田塾だいぶ連想してるからだからこれは要するにあの大久保公園のとこで立ちんぼがいるからだっていうことになってんだけど、うん、違うでしょと、グリシタとかそんなもんじゃないでしょと。それも確かにあるのかもしれないですよ、うん、一つもちろんその人たちはカウントされてると思うんだけど、うん、いやそれだけじゃないでしょっていうね。あとはやっぱ相次ぐで、まあ、芸能人がさ急にさ亡くなっちゃったりとかさ、うん、まあいろいろあるわけじゃないですか、まあ、この辺はちょっとなかなか言えないけど、うん、ただですねあの日本の名医がいるんですよ、とある名医が、うん、もうとある名医が、まあ、亡くなられた方のね体をこう執刀した時に、まあ、緊急手術ですよ、うん、ありえないと、これ普通だったらこんなのならんって言ってるんですよ、名医よこれは本当に、大学病院のすご腕、すご腕なのよ本当に、この人がそういうコメント出してるわけですよ、うん、こんなこと普通じゃありえない、起こりえないと、何かが我々に起こってんじゃないかって、まあ、そういうニュアンスのねことを言ったりしてですね、日本人やっぱ何かしらこうちょっと大変なことになってるっていうことをまあ示唆したりはしてるんですよ。あと世界で見るとこれね、日本だと全く報道はなされないんだけど、スポーツ選手結構倒れてるんですよ、バタバタと。珍しいじゃないですか、スポーツ選手って。だってもうねエネルギッシュで健康そのものみたいな人たちじゃないお手本みたいなね。だけどあの人たちが急にですねパタパタ倒れてる、うん、まあ、サッカーで言うとアグエロね、アルゼンチン代表のアグエロがバリバリ活躍してたのに引退せざるを得なくなっちゃったっていうことがちょっと前にあってね、まあ彼あの今有名なゲーム実況者になってます第二の人生は謳歌してるらしいんだけど、やっぱそういう人たちもいるんだよね世の中にはね。なんか有酸素系のスポーツアスリートの方多くない？あ、多い、そうそう、うん、まあ、まあそうですね、マラソン選手とかサッカー選手とか。でこれ日本でも話出たんですけど、まあ徐々に出てきてる、次何が来るのか、鳥なんだよ、鳥由来のやつ、あれがやばいんじゃないのって。今アメリカのそういう組織のお偉いさんとかも、いやこれ次来るぞみたいな言ってるんですよ。これ大丈夫ですか？どういうことよ、そのワード喋ってない、鳥が来るしか言ってない、鳥が来るのよ鳥にビビってんの、ね、お前チキンじゃん、うん、鳥がパタパタパタって来るんですよ、うん、見えない鳥が、目に見えない鳥鳥が飼ってるやつ、鳥が飼ってるやつ、うん、まあ、鳥のお土産ですよ、鳥のお土産がね、次来るぞと、いっぱい持ってくるぞとあいつら、まあ言われてるんですよ。それって食用のやつなのかな。まあまあその可能性もありますね、うん、で大体こういう鳥のお土産とかって、うん、威力が半端ないから基本的に流行らないですよ、一気に広がっちゃう。今までそういう事例はあるんですよ、その威力半端ないやつはすぐ終わるの、地域限定になるわけ、うん、だけどこれが次来るって言ってんだよ、うん、世界的に、おかしいんだ、おかしくないかいって、うん、鳥ちょっと頑張りすぎじゃないのかいっていう、うん、だそれほどにまで実は今人間が弱ってんじゃない、まあ、世界各地に派遣すればいけんのかな、まあ、鳥さんを
まあ、だから結局自然とそうなっちゃうってことなんでしょうね、これはね。まあ事実ね、日本なんかでもね3年連続でね、みんなあの世に行かれる方がね今増えてるということなわけじゃないですか、うん、まあそれはやっぱりそのタイミング的にもどうしてもね感じざるを得ない状況になってきてると、例のものを。そして、例のものに関しては、まあ、今年の秋から始まりますよと。これは人から人へっていうねことになるわけなんだけど、10月から人から人へになる。その人だけの問題じゃなくなるわけで、まあそれが始まりましたと、秋から例のものが、うん、そっからちょっと経ったら今度あれですよ、日本にそのアメリカの某組織が、日本拠点ですから、某 C がなぜこれがわざわざ日本になきゃいけねえんだよと、別に日本じゃなくてもいいじゃんそんなのと思うわけじゃないですか。だけどその10月から例のものが始まって、まあそこからちょっと経ったらその某 C がやってくると、これはもうあいつら見に来てんだろうと、日本人どうだいっつってもう統計取りに来たんでしょ。なおかつ次の鳥のお土産に対してもう準備しに来てるじゃない。で同時並行で今行われているのがマイナンバーカード、携帯契約するときに必要だみたいなさ、まあそういうプロパガンダなされてるじゃないですか。とにかく IC チップが入ってるものを持ってこいと、これもう義務ですと、うん、なんかマイナンバーカードを読み取ることを義務化するというか、まああれでだいぶ多くの人が多分持つと思うし、まあそれでも持たない人はいるわけですよね、うん、ただその持たない人たちもいずれ持たざるを得ない状況っていうのは多分作られてくる。まあだから一応今のところの報道によればマイナーカードがないと携帯電話契約できませんよという感じになっちゃってるわけですよね。ただそれでも持たない人も出てくるわけじゃないですか。その時におそらく日本で何かその携帯電話を契約できないということだけでもおそらくちょっとの人は入ってくるはずなの、マイナーカード。だけど日本人じゃ全員それ持つためには何か必要ってあった時にドーンと起こるかもしれない。何かマイナンバー作りたくなる何かって何があるんですか。例えばこれは俺が想定しているものだと、銀行の大規模サイバーテロ、銀行のしかもある一店舗、それマイナンバーどうつながるんですか。まあまあそれは説明しますよ、ちゃんと説明しますよ、急ぐなって今日やべえ話してんだから危ないんだから今日の話はゆっくりいかないと。そうギリギリでやってんすよ YouTube を僕はもう今まあこれは一例です、他にも全然考えられると思います。何パターンかね、はい、ちなみにですね、何かというとある主要銀行に大規模なサイバー攻撃が発生しシステムがダウンすると、その攻撃によって顧客の銀行口座へのアクセスが一時的に不可能となる。まあ A 銀行というのがあったとしましょう、うん、これがサイバーテロやられました、預金引き出せません、もう大パニックですと。でこのニュースが、テレビで出るわけですよね。本日 A 銀行が大規模サイバーテロを受けてお金が引き下ろせなくなってしまいましたっていう、このニュースが広まると他の銀行に口座を持ってる人たち、この人たちも自分の預金ももしかしたら安全じゃないかもしれないということで現金を一斉に引き下ろそうとするかもしれません、日本全国で。で日本全体の ATM に行列ができて、現金引き出しが急増しますよと。日本は日本円あると思います。で、現金ってのがあると思います、うん。この現金として実際あるもの、紙幣として実物で存在するお金っていうのは大体90兆円ぐらいじゃないかって言われてる。だから日本人が一斉にお金を引き下ろし始めたら足りなくなっちゃうんですよ。で現金不足ってのが起きますよね、日本全国で。そうなってくると下ろしたくても下ろせない人たちも出てくるわけですよ、うんうん、そういうパニックを防ぐために日本政府が一度現金引き出しを一時的に停止すると可能性もありますよね。これはある意味では資産凍結というか預金封鎖とよく似た状況が起こると。で、まあ、国民もっと不安になるじゃないですか、私の現金大丈夫なのかみたいな、入っちゃうよ。実態としてはもうちょっとあるんだよ、大体1000兆円もないのかな、何百兆円ってあるんだよ実際はね。だけどその現金としてはもうそれぐらいしかないので、まあ、大パニックが生じると、うん、であじゃあやばいなという時に今の世の中の流れキャッシュレスに向かってるでしょ、うん、デジタル日本円ってのがあるんだよちゃんと。あもうすでにあるんだよこれ、ちゃんと NEC 載ってんの、 NEC のページに中央銀行デジタル通貨という言葉が、まあ、最近確かにネット記事なんかで出てきたりするんだけど、ごろいな、通称 CBDC っていうらしいねこれね、セントラルバンクデジタルカレンシーの略だと、まあ、中央銀行デジタル通貨ということで、うん、これ今検討が加速してるんですよ世界各国で。中央銀行の通貨、もうこれこの時点でさもう誰のデジタル通貨なんですかってことが分かるじゃないですか、中央銀行を牛耳っている組織、秘密結社、うん、悪のエリミアで日本だけじゃなくて世界各国の中央銀行がデジタル通貨を作ってる。そうですね。でなおかつその大元が国際決済銀行 BIS っていうそのスイスの大元にあるあ、うん、世界の中央銀行の 93% が中央銀行デジタル通貨について何かしら検討していて、日本銀行も2021年4月から実証実験を開始していると。でまあまあそういうことですね。だからこれはビットコインの民間発行の仮想通貨による台頭によってこの
CBDC の検討が加速したと。で、まあ、新しいお金の形になるんじゃないかということで、まあ、あのメリットとしてはユーザーの利便性向上、国際決済の効率性の改善、現金発行輸送保管のコスト削減、リスクじゃないかね、コストだからね、キャッシュレス経済の推進とか、犯罪脱税マネロンの防止とかね、まあそういう面はある。だけど、リスクとしてはプライバシーの保護、セキュリティ、あとシステム安定上のリスクとか、まあだから結局サイバー攻撃くらいやばいよね、そうですよね、っていうのに、もしかしたら政府がいきなりこう発言してくる可能性あるわけ。やばいです、お金ちょっとやばいんじゃないのこれみたいな。じゃあ皆さん今こういうのあるんで落ちちゃったらどうですかみたいな。でそれを、うん、じゃあこれを下ろせるためのそういうシステム作りましたんで皆さんぜひそれ使ってくださいって言って、まあ、それを使わざるを得なくなってくると、うん、こっちの方が便利ですよってキャッシュレスね、すごく便利ですよ、あのスマホ一致であればもう何でもできますよみたいな。ただそのセキュリティとかやっぱそういうものをしっかり管理しなきゃいけないのでマイナンバーカードの提出をお願いします。あ、セキュリティ保護のために、うんうん、これでしっかりその管理しますんでって一人一人不具合がないようにって言って連携が必須になるかもしれない。これによって政府は国民の資産を完全にデジタルで管理して、まあ、監視下に置くことが可能になりますよね。でもちろんマイナカードと紐づいたデジタル金融の動きというのは政府は個人個人の取引そういうものも全部もう筒抜けになるわけですよ。で要するにこれはじゃあ、まあ、そういうサイバーテロもそうなんだけど、まあ、俺もさっき言ったようにその鳥のお土産から始まる可能性もあるわけですよねこれ。やばいと。しかもだって今ほらあれが決まっちゃったから地方自治体改正が、うんうんうん、ここによって政府が指示権を出せるわけだってなってきた時にじゃあもうそこの地区もう出歩かないでくださいという時にお金をね下ろしに行くとかも不要不急だと。だから、うんまあ、今のうちある程度ガーッと下ろそうとかさ、うん、ロックダウンでロックダウンした時にやっぱあれ結構お金ねみんななくなっちゃった人もいるわけだから銀行行けないとか、うん、そういうので下ろしに行く人もいるだろうし、もっと言えばこれが決まった後だろうねこの地方自治法がバーンって始まるのは、うん、なんでかって言えば反発した人に対して止められるよね。もうすでにデジタルがある程度普及してくる。だからそういうふうにどんどん自治体から管理されていく可能性は、うんまあ、十分あるし、でなおかつその海外の某 C が日本にやってくるということ、そしてこの地方自治法っていう次なる災いのために用意されたもの、これ全部同時期に来てるんだね。もうこれ用意してるとしか思えないでしょ。で日本各地にいっぱい作ってるんだね、建物を作るやつ作る工場を。まあなんとなく今もうさ下火になってきてるじゃない。やりすぎちゃって日本人も V もうやりすぎじゃん。年寄りもさいやもういいよみたいになってんじゃん。なんとなくでも新しいの作っちゃってるわけじゃないですか。じゃあ来るでしょまた。いいコマーシャルがでそういう流れでこれからそういう、まあ、キャッシュレスだったり、うんまあ、新しい何かですよね。そういうものというのは実は今すごく進めやすい世の中になっちゃってるわけ。なんでか言ったら日本人が弱くなったから。弱いんだあいつら。我々弱くなっちゃったんですよ。これが狙いなんですよ。ここで進んでいくはずですよ、うん、最悪の場合。じゃあそれを推進できる人は誰かって言った時に、うん、都知事選の結果で分かる。その人がちゃんと加担してくるから。だって東京都から始まるから新しい何か。だって東京にいっぱい拠点移してんだろ今。だから大事っちゃ大事なんだよ。東京都知事選の次期都知事は誰になるかによってやっぱ変わる。首都だしな一応。こっからそのモデルは示されていくわけだからね、うん、まあ山形だし食えば大丈夫だよ、ね、あ大丈夫です、ね、体強くなる、うんうん、大事だね。山形だしと休まるだしそれで大丈夫。やっぱあれっすよね、マイナンバーカードの V もそうですけど、やった方がいいっていうよりやらないとこうなるってなった方がみんな動きますもんね。だからやらないといけなくなってきてるよねだんだんね。そのほら携帯電話の件とかもそうだけどさ、別にもともとなんか任意でもいいよみたいな感じだったじゃん、うん、健康保険証とどっちでもいいよみたいな、うん、でもなんかもうね一本化されてるもんね気づいたらね。これからは多分ねサイバーテロだと思うよ俺は、はい、ミサイルテロとかってよりかはやっぱサイバーテロが今の世の中一番怖いんじゃないの。そうだね。インフラがだってねパンクしちゃうしね。そう生活なんなくなっちゃうからね、うん、今のこのデジタル依存の世の中では。だからニコニコのニコニコあれやばいね。あれさ一応ロシア系ハッカーだって出たけどさ、うん、ロシアにもいるからね他国のハッカースパイは。だからあくまでロシアの方からやられてるのかもしれないけど、うん、別の国の犯行だっていう可能性もあるからね。あれやっぱ全部ダークウェブ出たらしいよ、うん、すごい容量だって十何テラバイトの、うん、だからその角川グループの議事録とかなんか明細書とかあとあの社長の運転免許証とかも全部バー出れちゃったみたいよ、うん、ダークウェブに。顧客データも出てんじゃん。顧客データも出てて、そのニコニコの、うん、配信者、配信者の個人情報とかも出てたみたいな。アカウント持ってたらその人の情報出てるらしいよな。
いや、やばい。俺アカウント持ってるわ。配信してなくても登録してた視聴者が、あ、そのアカウント情報も多分出てんじゃないかな、うんうんうん、住所とかも出てたっけな、だから、うん、やっぱ全部ダークウェブに出たから、うわ、確認しないとね、ダークウェブ。そうそう、あ、確認一応できるじゃないけど、うん、ね、見に行かないとね、うん、あ、だからそれ誰か特定したみたいだもんね、実際ね、うん、だからそれが分かったんだけど、だからニコニコちょっと壊滅かみたいな、ちょっとやばいね。だからそういうことがニコニコに限らず起こるかもしんないところなんですよ、うん、すごいな、うん、まあ、もしくは本当にテロだよな、やべーってなった時にみんなお金をまずこう確保しに行くじゃないですか。でそういうことがあるかもしれない。まあ何があるかちょっとそれは分かんない、うん、あくまで俺が今日言ったのは一例だからね、何があるかは本当分かんないと思う、うん、だから本当いつ何が起こってもおかしくない状況にあるってことだよ、今日本の状況としては。予想もできないことが、だから皆さん気をつけてくださいという話ですね、今日は。では質問に行きたいと思います、はいはい、神武天皇は巨人だったんですか。ああ巨人だよ、昔の人でかいもん、うん、宇宙人だから。日本神話とかシュメール神話とか旧約聖書とかに出てくる人って大体巨人だったって言われてる。本当にやっぱでかかったんだね。聖徳太子もでっけえしな、3メーターあったんじゃないかっていうね。3か、聖徳神武とかもね、あ、神武モーセとかもそうだけど、神武モーセアレキサンダー、うん、あの人たちはまあ大体3メーターぐらいあったんじゃないのっていう。アレックスもでかかったの、当時の人はまあちっちゃいからね、3メーターぐらいの巨人に見えたんじゃないかっていう説もあるんだけどね。ああ、大男。まあでも得てしてでかかったんだよ、うん、そういう預言者たちは。アダムとイブがなんか何十メートルとかあったみたいな説ある。あ、そうそう、その当時はやっぱでよかった。だってなっていくと、やっぱりあのこのように森や木は存在しないっていう都市伝説につながってくるんだよね、うん、デビルズタワーとか なんとかキャニオンとかって言われている、まあ、でっかい岩の塊があるわけ、山みたいな、こんなでっかい岩みたいな、うん、だけどよく見ると 木に見えるわけよ、それ切り株みたいな。で実際その木と同じ構造してるんだって、その柱状節理っていう、その端、まあの巣みたいになってるのよ、うん、なんかボコなんか形が、それがこうギュッとしてて木みたいになってるわけ、その岩は。これ本当だから木だったんじゃないのかみたいに言われてるんだよ。でまあそういう神話とか見ても世界樹がいっぱい生えてたとかさ、この世に世界樹があったとか言って、だけどその巨人たちがあの最終戦争やったら地球が環境が変わっちゃって、巨人たちが生きれる酸素濃度とかでもなくなっちゃって、ポールシフトとかって多分あれ変わったんですよね、大気組成が。大気組成って全然年代によって違うっていうからね。だから当時はみんなでかかったんだって、その酸素濃度とか大気のとか重力も変わっちゃって、だん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 ちっちゃくなっちゃったんで、今のサイズになったっていう。だからそういう岩の塊とかは昔の名残なんじゃないのみたいな。あとなんかこういかにもでっかい巨人が横たわったかのように見える山脈とかあったりするんだよ。あれはもしかしたら昔は全部巨大だったんじゃないのかっていう。だからその巨大な人たちが小さくなる過程の中にまだでかかったジムがいたみたいな感じなんだよね。まだでかかったイエス・キリストとか。ダビデ像ってあるじゃん、石持ってて、うんうん、あのフルチンの、うんうん、あの銅像ってめちゃくちゃでかいんだよ。あ、でかいっていうね。十何メートルだよ、はいはい、あれ実寸大だったらおもろくない？なるほど。ああ確かにね、うん、でそう考えてくるとやっぱピラミッドっておかしいわけよ。あれは今の人間の文明があったとしても大変なんじゃないかって言われてるの、あれ作るの。こんな昔のさ、うん、人がさ、何水路用意して石を浮かしてとかさ、滑車使ってとかさ、もうバカとしか言えないそんな考え。巨人ならこう動かせるみたいな、それもそうですね巨人だったらもう用意一緒でいけるかもしれない、本当にイゴンみたいな感じで、うん、ね、やってたらできちゃってみたいな竜王戦だったかもしれない活動、うん、巨大な藤井聡太がいたかもしれないね、不人なきが不人なきだかもしれない、あの時代は、うん、弁当とかもクソでかいのか、クソでかい、みんな正座してこうやって置いてたかもしれないとだからどんな今の考えられる技術を使ってもあれを作るのは困難なんじゃないかって言われてるんだよ。って考えられるのは一つ、巨人だった、もしくは石を浮かす技術があった、どっちか、こうなってくるわけよ。で石を浮かす技術が、そういう物体を周波数で浮かす技術はもう開発されてる、もう実験で、そう、あのそういう映像とかもう出回ってきてるわけ、音でなんか変な超音波ってそれ出せばいいんだじゃん、もうみんな。バシャルが言ってたもん、バシャルも言ってたな、バシャルは絶対なんだ、やっぱバシャルも言ってたし、まあね、あいつがどこまでの本物か偽物か俺は分からんけど、でも実際そういう技術が今開発されてる段階であるから、ある、まあ、あるんじゃないのと思うけどね。まあでもそういう技術が実際にね開発されてきてるとなると、バシャールの言ってることもあながち嘘なんじゃない、嘘じゃないんじゃないとは思ってくるけどね。アドリブであれだったら逆にすごい、すごいよね。まあでかかったんですよ、まだね宇宙人のね血がね、やっぱちょっと色濃くあったんですよ、当時のジムさんモーセとか、預言者だからね、預言者がでかい、だんだん小さくなってったら、うん、ネフィリムと交わっていくのよ、巨人、人間が、人間と巨人が交わってった
ったりとか、そういうあと大気組成とか重力とか変わっていって、どん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 ちっちゃくなってた。昔の人はみんなでかかったのかもしれない、もしかしたら。まあ実は巨人の骨とかも見つかってるしね。あれ結構フェイク多いんだけど、実際あったりするから、本当に本物もあんのよ。でそういうの全部やっぱ取られるらしいよ。ちょっと研究したいから持ってっていいかいって言われて帰ってこないらしい。そのアヌンナキとかって天から地に降りてきたものって意味もあるけど、なんか巨人みたいな意味もなかったっけ。そうなんだろうね、うん、俺も天から降りてきたものっていう意味しか知らないかな、うんうん、巨人だったっていうね、あの、まあ、あるなきゃ出会ったでしょうね、うん、だからやっぱ今の科学でもって証明できない解明できないものはやっぱあるんだよ。あるっす。だからみんなあの、まあ、お金下ろすときは慎重に、はい、信じるか信じないかはあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。お金と巨人が好きな人はぜひ DMM 入ってみてはいかがでしょうか。お願いします。計画的に。だ伊勢の本当の神はエンリルだったことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には死が、うん、